クフォルデン包囲戦は、普通乱戦争中の1672年に2度、行われた、クフォルデンの包囲。クリストフ・ベルンハルト・ホンガレン、ボルフ・ガング・ハイム・バッフ派作、1670年。ネイデルラント連邦共和国は、ランプヤールである1672年、フランス王国と、イングランド王国と開戦した。第一次無双徳時代にあったオランダでは、多くの要塞が整備されず、 フランス軍にユトレヒトまで迫られてしまった。ケルン選帝公とミューンスター司教はこれを後期とみ、ミューンスター司教、クリストフ・ベルンハルト・ホンガレンはオランダに侵攻して6月29日に、クフォルデン要塞に到着、7月1日に砲撃を開始した。5日間の戦闘の後、ホンガレンは、クフォルデンに降伏勧告を行った、断られ、戦闘は継続した。しかし、 ミュンスター軍がクホルデンの補給倉庫を占領すると、形勢が変化した。フォンガレンは7月11日に2度目の降伏勧告を行うが、クホルデンの指揮官が代表として派遣した、対イ3名は3日間の停戦を提案した。フォンガレンは停戦の提案を拒否、対イ2人を捕らえたが3人目はクホルデンへ逃げた。クフォルデンでは、作戦会議が開かれ、 中流軍が栄誉を持って撤退することを許された場合には降伏すると決議した。フォンガレンはこの提案を受け入れ、同日に降伏文書が署名され、クホルデンが降伏した。クホルデンは降伏した後、ミュンスター軍に略奪され、多くの市民が不満に感じて同志から去った。9月に家族と共にフロー人間州へ向かったメンデルトファン、デルタイネンもその一人だった。 翌月、彼は、クホルデンの元指揮官、カール・フォン・ラーベンハウプト少将を訪れ、クホルデンの奪還を提案した。ラーベンハウプトは初め大年の計画を疑問視したが、大年がクホルデンの守備についての情報を有していることを知ると、その計画に興味を示し、大年にクホルデンの地図を作成するよう求めた。大年の計画は、足で橋を作ることであり、 川が氷結するとそれを使って、クホルデンに簡単に侵入することができる。ラーベンハウプトは計画を承認して準備を進めた。12月27日、ファン・エーベルヘン率いる軍勢1500はクホルデンに向かった。新軍がクホルデンにいるミュンスター軍に知られないよう、騎兵がクホルデンへの道を封鎖したが、竜騎兵の一部が封鎖を突破して、 クホルデン中流軍に知らせて、守備の準備を進めさせた。12月29日の夜、オランダ軍は、クホルデン近くで軍営を設けた。翌朝8時、オランダ軍は霧に紛れ、3点に分かれて進撃した。ファン・エーベル編は、クホルデン城の方角から、ウェイレルス少佐は、ホラント確保へ、資金ゲ少佐は、オーファー・アイセル確保近くのフリースモンへ進撃した。 ファン・エーベル編と共に進軍したタイネンは率先して川を渡った。類壁では激しい戦闘が起こったが、それも短期間しか持続せず、ミュンスター軍はすぐに敗走した。その後、オランダ軍は市場、フリースモン、城などを続々と占領した。タイネンは数人の軍学手にプリンセン・モルスの演奏を依頼した。これにより、ミュンスター軍は 大混乱に陥って反撃どころではなくなり、クフォルデンは1時間で陥落した。戦闘の損害は、オランダ軍が戦士50のに対し、ミュンスター軍は戦士150、逃亡200、捕虜400だった。オランダの戦勝に全国が歓喜した。フンラーベンハルプトは、ドレンテ州のランドロストとクフォルデンの総督に任命され、ファンエーベルヘンは、 クホルデン氏の中流軍の指揮官に任命された。対年も金メダルと銀メッキの記念杯を授与された。しかし、この一戦で危機が去ったわけではなかった。ポンガレンは1673年秋にクホルデンの再戦領を試みた。彼はフェクト川を利用してクホルデン周りを水没させて降伏させようとしたが、嵐により10月1日にフェクト川のダムが決壊。 ミュンスター軍が約1400人の死者を出す結果となった。ミュンスター軍はその後フラムスベルヘンやラールに退却した。ありがとうございます。